こんにちは、石カエル博士です。今日はピクニックにやってきました。空気が美味しいなぁ。お腹が減ってきました。今日は分子調理法で作ったお弁当を持ってきました。皆さん、分子調理という言葉を聞いたことがあるでしょうか。分子調理や分子調理学と分子調理法からなります。分子調理学は食材の性質の解明、調理中に起こる変化の解明、美味しい料理の要因の解明などを分子レベルで行う科学です。それに対して分子調理法は美味しい食材の開発、新たな調理方法の開発、美味しい料理の開発を分子レベルの原理に基づいて行う技術です。詳しくはこの本、分子調理の日本食に書いてあります。最初はこちら、漬物りおにぎりです。うわぁ、不思議な色の海苔だ。それでは作り方を見てみましょう。漬物シートの材料です。お好きな漬物と 5%メチルセルロース水溶液です。漬物は今回、たくあんの漬物、野沢菜漬け、しば漬けの3種類を用意しました。
お漬物が海苔のような形になったのは、メチルセルロースのおかげです。メチルセルロースの熱ゲル化という性質によって、基本的にどんな食材もシート化することができます。はい、次は何でしょう。アワンパンです。あれ？普通のパンですね。おお！アワンパンの作り方を泡が消えないうちに見てみましょう。アワンパンの材料です。こしあん 100g。お好きなパンをいくつか用意してください。あんは粒あんではなくこしあんです。パンは何でも構いません。プチパンでもロールパンでもハンバーガーのバンズでも構いません。アワンパンに使う道具も紹介します。二酸化炭素用のエスプーマボトル、そして二酸化炭素のカートリッジです。エスプーマボトルには2種類あります。この二酸化炭素用のものと、もう一つ、亜酸化窒素用のものです。今回使うのは、この二酸化炭素用のものを使います。取り扱いには十分気をつけてくださいね。
はい。このアワンパンのあんは、あんをエスプーマによって泡化したものです。今、日本でエスプーマは2種類作ることができます。一つは二酸化炭素の泡にしたもの。もう一つは亜酸化窒素というものを使って泡化する方法です。今回、このアワンパンは、あんを二酸化炭素によって泡状のものにしています。あんをエスプーマにすることによって、ふわっとした食感、さらに炭酸によるピリピリ感を付け加えることによって、普段と違った変わったあんにすることができるようです。最後はタコ玉とタコタコです。これは何ですか？くっついています。作り方をどうぞ。材料です。卵焼き、タコさんウインナー、そしてトランスグルタミナーゼです。今回はタコ玉とタコタコ2種類を作ります。はい。タコさんウインナーと卵焼き。タコさんウインナー同士をくっつけているのはトランスグルタミナーゼという酵素の力によるものです。このトランスグルタミナーゼという酵素はタンパク質同士をくっつけることができます。タコさんウインナーも卵焼きもタンパク質を含んでいます。ですので、この酵素によって二つをくっつける、しっかりとすることができます。今日紹介した3品は、この分子調理の日本食にある、二升熱ゲル化、四升泡化炭酸化、そして5章過強化を参考にしています。
はい、いかがでしたか。今回は分子調理法を用いて簡単な料理を作ってみました。新しい調理法を使うと、私たちが普段何気なく食べている料理や忘れかけていた料理が新しいものによみがえることがあるかもしれません。